はい、皆さんこんばんは、おしょうでございます。作人ステップショー。なんかすげえ噛んだ気がする。はい、今ですね、ちょっと釣りミッションやってました。はい、前言った通りですね、キャラクターデータがロストした関係でデータが吹っ飛んじゃったんで、はい、こんな感じで前やってたね、雪山の釣りミッションと沼地の釣りミッションは終わらせておきました。はい、沼地は俺は釣りだと思っていないです。はい、まあ、そんなことはどうでもいいとして、でちょっとこの雪山の釣りミッションアイスフィッシングなんだけど、これに関してちょっと面白い情報を仕入れまして、てか教えてもらいまして、はい、こちらですね、バシロサウルス今この中に放し飼いにしてます。はい、でなんでバシロサウルスを攻撃的にして放し飼いにしてんだって話なんですけど、なんか話で被ったな。アイスフィッシングのアルファって最初に湧くシーラカンスの数だけじゃ足りないらしいんですよ。はい、このアイスフィッシングはミッションが開始されたと同時にこの池の下にシーラカンスが何匹か湧くらしいんですけど、その最初に湧いてる数だけじゃアルファの釣りミッションはクリアができないらしいんですよ、数が足りなくて。だから途中で湧き直しをさせなきゃいけないらしいんですね。で湧き直しをさせるためにどうすればいいかっていうと、まあひたすら魚を釣り上げるか、もしくはまあ意図的にシーラカンスを駆除しまくるって話らしいんですよ。で当然なんだけど釣ってたら間に合わないんで、バシロサウルスにシーラカンスを倒してもらって湧き潰しを積極的にして、どんどんこちらは魚を釣り上げられるようにするっていうのが一応アルファの攻略方法らしいです。なんでそれをちょっと教えてもらったので、今から試してみようかと思います。はい、さあどうなるか。あ、ほら今バシロサウルス攻撃し始めたでしょ。はい、これによってまあシーラカンス数が減ったように見えるんだけど、こっからどんどん湧き直しが起きてってたくさん釣れるようになるそうです。でアルファ16匹釣らなきゃいけないんだけど、なんか最初に湧いてる数が15匹だったかな、確か15匹だった気がする。でそれで足りなくなってるっていう、そういう話だそうです。はい、で前回のミッションやってた時は確か10匹ぐらい釣った段階で失速してたよね、確か。ああ、そこら辺で急激に釣れなくなったので、まあそこをちょっと比べていきたいよね。10匹超えたあたりでどのぐらいになるかっていう。お、ほら湧いたでしょ。こんな感じでパッと湧き直しをさせていかないとこのミッションはクリアができないという判定だそうです。はい、でまあ食いつきいいよね、やっぱり。なんか前に比べるとだいぶ食いつきはいい気がする。ただまあ前回の時も調子がいい時は割と最初の方はガンガン食いついてくれてたから、まあまだまだちょっと判断するには早いかな。さて今10匹釣れました。で7分経ってないね、まだ7分経ってない。もう前回だったらこの時点で10分経ってたはずなんだけど、これいや早い。いや体感でもねかなり早いと思ってる。うん、体感でも前回っていうか、まあだいぶ前に撮った時よりも早いというふうに感じてるんで、かなりペースはいいよ。これだったらいけるんじゃないでしょうか。でとりあえずミスらないことは継続で。すげえ、あと残り1匹だよ。10分残ってんのに、まだ10分残ってんのに、あと残り1匹。すげえ。え、マジで？たったこれだけ？バシロサウルスを攻撃的にして離しただけでここまで変わんの？嘘だろ。この間巻き絵がどうとか言ってた俺何だったんだよ。しかもこれめっちゃいるじゃん、まだ。ほらすごいね。てかこんなに湧き直し早いんだ。あ、来たわ最後の1匹。いやもうなんかのんびり釣ってればそれで OK じゃん。もうまあちょっと時間制限はあるけど、まだ終わんねえか。終わり。 OK、 終わった、クリアした。こんな簡単に終わんの、すげえ。またこれだけのことでここまで、だって前回のさ半分以上、いやもうなんか半分とかもうどこじゃねえよ、もうクリアしてるんだから。前回クリアできなかったのをクリアしたんだから。マジか、こんなに変わりますか、すげえな。おい、でしかもさ手に入った素材これ見て、これ至高のハープンランチャーだって210だって。いやまあ強いのかどうかちょっとよくわかんねえこれ。思ったよね、ごめん、今舞い上がったけどちょっと思った。うん、今これ結局ネット弾打つ用だから、うん、あんま変わんないよね。よし、じゃあもう雪山にいるからついでに雪山のミッションやってっちゃおうか。ここら辺のレース系のやつやってっちゃいましょう。で一応ギガノトも連れてきてるから1個くらいは討伐系のミッションとかをやりたいなと。あ、あとこれか、このこれゴールデンナゲットを見つけ出した、これあれじゃ、花粉集めろみたいなやつでしょ。多分こういうのもちょっとやれそうだし、ひとまずレースやるか。じゃあこれ行こう、サーベルスラローム雪山の上。え、あんなとこあったんだ、知らんかった俺。あ、こんなとこにあったのターミナルていうかこんな場所あったの、知らなかったわマジ。
何やってんだろう。まあ、ちょっと忘れそうなのでこれだけやっとこう。このバグはシミュレーションから何笑ってんのようなものでしょうか。サバイバーナンバー 710D439 は誰の言葉を借りるなら誰なんで壊そうとしていました。ないよっつって、ライオンの壁を壊そうと、彼はシミュレーション管理している誰かに向けてある手段を使ってその注意を引こうとしたんです。ああ、かまってちゃんだったんだな、この D、あの710ってやつ。建物を文字に見えるように配置したりと、まあそんな感じのことです。ああ、たあれね、あ、建物 たまにいるよね、あのなんかこう土台でさ、なんか絵描いてるやつみたいな、なんか土台とかうまく並べて、あれすごいよね。土台をこうやってうまく並べて、ね、うまいことペイントやって、なんかピクセルアートみたいなことやってるやついない、たまにいないかな。なんかマインクラフト のピクセルアートの応用みたいなことやってるやつがいた気がするんだけど、でもあんまアークだと盛り上がらないよね、ピクセルアートって。まあやっぱ上方向になんか伸ばしづらいっていうのが多分あるんだろうね。まああとはマイクラの方がやりやすいもんね。じゃあこれこのまま帰ってこれる？よく考えたらこれ入れといた方がいいか。帰ってこれんのかな。まあいいや、レースが始まりますよ。サーベルタイガーでしょ、どうせサーベルタイガーでレースだったら全然なんか、ああやっぱりサーベルタイガーでレースだったらなんか全然なんか操作しやすそうだけど、あ、いいね、 X じゃん、ちゃんとトラ柄になってる。トラってか評価位置について、よーいドン。なんか関係ないけどさ、今までで一番なんかレースっぽい生物に乗ってる気がするんだ、気のせい。そんなことない。あー引っかかる、見えない水晶に引っかかるのか、これ。あ、いいねいいね、これ。あー、もう今言ったばっかりじゃん、見えない水晶に引っかかるって。あ、いい、まあ、とりあえずこれをやることによって道が把握できるね。あー、いいね。あー、こう現実のサーベルタイガーもこんだけ走り回ってくれるといいんだけど。あ、でも意外とスピード加速しないな。なんか他のマップだとさ、結構なんかずーっと加速しっぱなしだなみたいなイメージだったけど、これ意外と加速しないね。あーああ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 あ、優しい。やっべ、危なかった危なかったあれミッション中止になるんじゃないんだね。あ、そ、了解、そういうことか。オッケーオッケーオッケー、こういうとこにケツバついてるとアルファはクリアできませんよって話だな。ああ敵が多くね、敵っていうか、あ、え、おい、なんかバグった、クソ、な、今なんか引っかかったせいでバグったわ今。いや、まあ道幅はそんなになんかねこう狭くないから落ち着いていきましょう。しかしいいね、今まででなんか一番なんかレースをやってる感覚がするよ、俺の中で。なんかマリオカートとかをさ昔やってた時とかさ、こういう崖ステージとかあったじゃん。あと知ってる人いるかな、ディディーコングレーシングとかさ、あの誰だっけ、レア車のなんかレースゲームがあったんだけどさ、あの ディディが主人公のやつ、ディディが主人公って言ってもおかしいけど、まあ、ディディーコングレーシングっていうのがあって、そういう時にねこういうなんか雪山のステージで恐竜、トリケラトプスだったかな、トリケラトプスとレースするっていうステージがあったんだよ。うん、一応そのステージがボス戦だったんだけど、そう、トリケラトプスがボスっていうね、そういうねなんかボスレースステージみたいなのがあって、そこはね崖だったんだよね。なんかそういうところを思い出すわ。トリケラトプスってなんとなくさ、なんかアークだと別にそんな速くないじゃん、なんかどっちかっていうと遅いじゃないですか。なんかそういうなんかディディコングレーシングとか、あとはクラッシュバンディクとかなんかやってたせいで、それなりにスピードが出て、かつかなり迫ってくるタイプの恐竜ってイメージがあるから、実は意外とねアークのトリケラトプスって俺の中のイメージとかけ離れてるんだよね。うん、まあ実際のトリケラトプスがどういう風なものだったのかっていうのが学術的にどう言われてるかわかんないんだけど、あーいいね、こういうドクストールのめちゃめちゃレースゲームっぽいやんけ。いや、こんなとこもあったね。ちょっと覗いていい？ちょっとだけ。ガンマだしどうせ大丈夫やろ。あー、いけ、あー、いいね。ちょっと危ないか。こんなところあったんだな。あ、これがまあどっちかというと入り口になって、行ってえなお前。最高速で振り切ってやりましょう。なんか今加速止まったけど、なに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 、どういうルート今、なに今飛んだよ最後。
で、これで終わりか。はいはいはい。あなたがリーダーボードのトップですよ。え、何今の。お疲れ様です。準備はいいですか。なんかちょっと短くない？気のせい？普通のなんか今までのレースに比べると短い気がするんだけど。乗ってください。レースが始まりますよ。オッケー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 、行きましょうか。いや、このレース結構俺好きよ。これさっきも言ったけど、なんかディディコングレーシングとかマリオカートやってるみたいでちょっと楽しい。これだからもう、こうサーベルタイガーってうまいこと曲がれない時があるな。ちょっとスピードそんなに出てないイメージだけど、やっぱりちょっとはスピード落とさなきゃダメだったりするのか。何をしてるんだ俺は、何をしてるんだ俺は。いや、まあまだまだなんとか時間切れになりそうです。なんとかなりそうではあるけど、ここいやらしい、すごくいやらしい今の。やっぱここなんかおかしいんだな、挙動が。やりましたね。最後だけなんでこんな異次元な風になってるんだこのステージ。あなたこそがこのシミュレーションの覇者です。いやー、とりあえずベータは普通に行けたけど、次アルファ行きましょうか。滑落したら終わりだぜアルファ。いや、まさしくここからあれなんだよ、ディディコングレーシングのね、あれトリケラトプス戦みたいな感じになってくるんだよ。あれクソ難しいんだよね、実はね。あのディディコングレーシングのボスレーシングクソ難しいんですよ。あれやったことある人だったら分かるかもしれないけど、いるのかそれ、やったことある人って。あれも意外とまあまあマイナーなゲームだと思うぞ。とりあえず気をつけなきゃいけないのはあれだね、崖から落ちないことだね。落ちなきゃなんとかなりそうな気がしなくもない。クマさん。ただなんか余裕だったね。ただ余裕だったわ。はい、終わり。いや、簡単だったなこのレース。しかも楽しかったわ。オッケー、あ、やったぜ、火炎放射器ゲット。火炎放射器は嬉しいね。うん、弱。じゃあ次は、ケブ火災のやつ行きましょうか。打って変わって今度は下だね。いやー、え、待って、え、いや、下じゃねえんじゃねえこれ。あ、下じゃないっすね、上ですわ。はい、なんで雪山のレースミッションこんななんか孤立してんの。よし、やりましょっか。モブサイ、モブサイ500。なんかどっかで聞いたことあるな。なんだっけこれ、多分何かモデルになってるものがあると思うんだけど、あの、マンタの何だっけ、マンタレイみたいな感じで、なんか、あ、スティングレイ64だっけ、なんか忘れてたけど。え、ここからスタートすんの。え、あ、これがスタート地点なんだ。超ワクワクするじゃん。あ、もうなんかこの下のあたりからスタートするのかなとか思ったら、そんなことはなかったわ。なんかこれぐるっと回ってまた戻ってくるっていうパターンじゃないですかこれ。加速してないとやばいんじゃないこれ。これケブ火災ちょっと乗り慣れてないとやばいかもしんない。まあ、ショートフェイスベア乗ってたから途中から加速するっていうのは慣れるっちゃ慣れてると思うけど、やべえ難しい。そして邪魔くせ、お前ら雪山に生まれ死ねなんて乱暴な言葉言わない。あのね、あの雪にお生まれになって、あ、これはやばいぜ。これちょっとやばいかもしれない。難しいぞこれは。すごいぐる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 回ってるくせに、ケブ火災のこの加速システムがあるからちょっとスピード調整難しすぎるこれは。まあガンマはまあ余裕だと思うけど、全然とりあえず道を覚えよう。道とか勝手に覚えましょう。これはカンガルーさん、まあ、しばくよお前。そういうこと。あ、どっちくぐってもいいんだこれ。あ、どっちくぐってもいいんだ。あなたがリーダーボードのトップですよ。あ、今のどっちくぐってもよかったんだ。あ、まあとりあえずまずいらないものを処分してベータ行きましょうか。
なんか随分とこじんまりしたレースだったな。うわ、なんか狭いところをぐる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 回るっていうタイプなのか。いや、さっきのサーベルタイガーと打って違ってる。なんかいろんなとこ行くわけじゃないんだな。なんかこういうレース方法はなんか初めてでもねえか。てかさ、ぶっちゃけこれブラッドストーカーなくても普通に登れるね、これよくよく考えたら。そういえば、そういえば普通に登れるじゃんこれ。このシミュレーションで一番みたいですよ。あ、ケブ火災のサドルもらった。うん、いられ。え、ちょっと待って、レースの時間です。降りれないんだけど。あ、びっくりした。3、2、1、スタート。さっきのサーベルタイガーに比べるとだいぶ手応えを感じてないよ俺。結構やばいんじゃないかな。大丈夫、全然いけるわ、全然いける。あと10秒あるんでしょ。10秒あるんだったら余裕。お前ああ、余裕だったね。ああ、まあ余裕っていう時間ではなかったけど。時間切れです、サバイバーさん。いや、何を言ってるんですよ。あなたこそがこのシミュレーションの時間通りですよ。ぴったりって言うんですよそれ。とっても早かったです。しかしあれだね、素材は美味しくねえな。さて夜になっちゃったけど、このまんまやりたい感があるのでどうすっかな。まあさっき言ってたゴールデンナゲットのやつやるか。これか、雪や金なり。あ、近いじゃんこれ。あ、ちょうどいいわ。じゃあこれやろう。これ多分ロックドレイクがいれば余裕だと、思う。よし、じゃあさっさとやっちゃいましょう。で、ね、前回の沼地エリアと同じ感覚で行くんだったらガンマはロックドレイクでやれるはず。わざわざギガノトでやる必要はねえわ。単純明快ですよね。あ、明快です、ほんと。あ、スキャナー起動。さて、ここの敵は何か来るんだろうか。待った、これテリジノサウルスとか来たらやばいかもしんねえな。あー、クマさん遠ざかっているようですね。テリジノとか来たりするとちょっと怖いね。あ、すごい、待った、このミッションいいかもしれないぞ。毛皮が稼げる、毛皮が稼げますよこのミッション。わー、うまい。ダイオドンいるのか。ダイオドンはやばいぞ。ちょっと待った、うわー、毛皮稼ぎができるミッションだこれ。超いいじゃん。いいけどね、重てえ。今は無理だわ。今はいいわ。毛皮稼げるミッションは熱すぎるだろうこれ。毛皮だけにさせてください。すぐ終わります。やばいぞこれは。待って、遠ざかっているようです。そっか、危なかった。そうだな、ミクロラプトルを仕留め損ねるとこういうことになるっていうのは分かっておくべきだったね。やっぱギガルト最適解だね。こうやってスキャン中待ってカチカチしてれば勝手に進んでくれるわけだから。ちょっと待てエーモン見っけてしもうたぞ。エーモンの見っけてしもうた。させてください。すぐ終わります。回収する必要があるのはあれです。あ、来た。え、あー。何の目印とかもないのは まんまなんだ。なるほどね。OKOK、了解。まず、この雪を破壊するのか。あは、I found something。え、うわ、落ちてるわけじゃねえ。そっか、じゃあこれ全部手動で回収しなきゃいけないのこれ。あ、やらしプルロビア隠れてやがる。嘘やろ。え、このミッション結構やらしいぞ。ガンマだから今助かってくるこれ。アルファ、おら見ろお前。え、これこのままこうやってぶっ壊すとか、あ、できないわ。嘘でしょお前これ。よし、はい、これどかしたらすぐ乗っかる。どかしてすぐ乗れ。ああ、これやらしいぞマジ。あ、あったあった。
あ、2個でいいんだ、ゴールデンナゲット。あ、そっか、何個も回収しろとかいう、さっきの沼地エリアのやつとかじゃないんだ。そういうものではなくて、単純にこう、あ、これはこれこれは終わった、終わった、これ、はい、ホームラン。オーケー。あのね、プルロビアが出るのは、出るあの出方は分かったわ。あのなんか雪を払った後に雪の山がちょっと残ってボフボフ言ってたら出てくるわけだ。ああ、だから雪山が、あ、晴れなかったなってなった瞬間にっていうか、あ、オーケー、終わった。だったら瞬間にもうそのままパッと出るっていう、それがいいわ。よし、じゃあ帰りましょうか。あ、うおい。飛び入りゲストが過ぎるだろお前。うわ、ユーティラヌス来んの、やば。ユーティラヌスまで来るのか。これ沼地エリアより絶対難しいわ。火力が、火力高すぎるし、騎乗解除がすぎる。プルロビア出てくるし、なんだっけ、あとミクロラプトルかもう出てくるわ。騎乗解除と火力兼ね備えてるとか、お前クソみたいなミッションじゃないか、まあ、これやば。これはロックドレイクで逃げたろうが安全ですわ。これ雪玉投げろよってめ、なんでそんなもん投げてきた。あー、鎮座してる、鎮座してる鎮座してる。ゴールを守りし三人衆いるわ。重てえな、まったく。はい、オッケー。なんとかなりましたね。あ、本当なんとかなったな。いや、結構えげつないミッションだったな、これ。しかもサドルがめっちゃ手に入ってる。どれもいらねえ。まあ、ライオットシールドとかちょっといいかなぐらいかな、とりあえず。どうしようかな。さっき見つけたメガテリウム、ちょっとテイムするか、あれ。よし、じゃあちょっとステータスだけ見ましょうか。まあ普通か。うわ、雪崩の場所かい、雪崩の場所かい、そうかい、そうかい。ちょっと場所移すか。ダメだねこれは。あー、これはダメだ、確実に巻き込まれるわ。ん、あれ、しまった、クールタイムかなんか。あ、へい、なんだ、何の問題もなく終わったね。イエーイ、青いメガテリウムゲット。まあステータスはちょっと、うん、まあステータスは置いておこう。よし、ちょっと話がそれちゃいましたけど、ベータやりましょうか。単純明快。やっぱこれ雪をどかしたらすぐに、飛びすぎやろマジ。ミクロラプトルまでいんのかい。え、嘘、全部外したってこと俺。これだって残り2個でこれでしょ多分。だよね、はい、ゴールデンナゲット。てかこれよく見たら金属鉱石なんだこれ色。よし、じゃあギガノトしまってロックドリンク出したので、あとはこいつをどっけて、か、え、え、うわマジか、やべ、1個見逃してたわ。ああ、よかった、今何も出なくて。なんか出てたら、まあロックドレイクだとちょっときつかったね。うん、てか死んでたんじゃないこれ。体力なんか死んないけど、めっちゃ減ってんだよなこれ。ギガロトから落ちすぎ。よし、回収成功。じゃあ、あとはこれで飛んで逃げるだけだな、飛んで。もう何も、もう何も、あ、や、相手しない。いや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 、ちょっと遅い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 。そんなのんびり帰んなくていいんだよ。いや、もう、あ、もう これでいいんじゃない、これで。なんか、もうドストレートにもう吹っ飛ぼうぜ、これ。こうやって、これ。え、ダメなの、ちょっと、地獄絵図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 。え、ちょっと待って、なになに、待って、なんで、え、チェックポイント一応あんのこれ。え、沼地エリアの時なかったよな、チェックポイントみたいなの。脱出劇というのはこうでなくちゃ。変な迂回は許さないってことか。やば、ティタノサウルスのサドル手に入ったあ、ティタノのサドルなんか出るの、知らんかったわ。へえ、まあ、ティタノサウルスをテイムすることがあるかどうか知らんけど、一応持っとくか。さて、アルファ行きますか。もし
沼地の時と同じだったらまあ行けなくはないはず、なんとか行けなくはないはずだが、北極熊がどのぐらいの火力を誇ってくるかだよね。火力が高いんだよな、全体的に沼地エリアより。北極熊にダイヤウルフでしょ、火力が高いんだよね、耐えきれるかどうかだよね。あっちゃー、これはきつい。沼地エリアでやった時みたいにチェックポイントまでゴリ押して、ここでノックバックを生かしてちょっと耐えるみたいな。あーダメだな、耐えきれなさそうだな、これは。スキャナーによると遠ざかっているようですね。ダイオドンが回復を発動した状態でスポーンしてるのか、これ相当硬いぞ、これは。そうだったのか、知らんかったわ。さっきはね、火力でゴリ押してたからなんとも何も思わなかったけど、ちょっと待って、一回荷物整理とかしっかりしてから行かないとやばいぞ、これ。体力やばい、もう1万3000も削られてる。やばい、はい、どんどん近づいてます。そっか、ミクロラプトルも一撃で死なねえんだな、あれ。とこのあとチェックポイントが2つか、時間的にちょっときつかったか。これはどうだろうな、メイトブーストをかければ戦力的には特に問題なさそうではあるけど、ただ雪山のこのデコボコした地形っていうのが厄介だね。多分どっかで引っかかるだろうな、これ。いや難しいね、沼地エリアでかなり難しいと思う。あの火力が高いっていうのもそうだし、ミクロラプトルがきつすぎるわ。一撃で倒せないから、いつ騎乗解除されてもおかしくねえわ。まあ試行回数重ねりゃいけなくはないかなとは思うけど、まあちょっと今日はやめておこう。あ、じゃあ最後にちょっとこれやりましょうか。しかるべき出立、これ気になるんだよね。メガロケロスの群れっていう、メガロケロスの群れを討伐するっていうのがなかなかねちょっと気になるんだよね。なんか強いのイメージがないんだけど、メガロケロスがいくら、まあ、群れてきたところで。でまあメガロケロスの群れが縄張りを離れてバイオームをうろついている。さあ狩りの時間だ。ああかねてあのブラッドボーンが、ブラッドボーンのセリフが出てこねえ。やべえやべえ、だいぶブラボが、カリウド様の血がだいぶ抜けてきてる。俺青ざめた血を恐れたまえ。まあ、月は出てねえけど。いや、ここかよ、ここかよ、夜に来る場所じゃねえな、ここかい。やばいな、これ痕跡追うのどうなる。一応ギガノ島で行く予定だけど、ロックドレイク必要になるんじゃねえ。ガガ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 、危ない危ない。あーそっか、ここ別のミッションと兼用してるんだっけか。さーてどうなるかね、痕跡集め。ちょっと変なところになんか飛んだりする可能性あるかな。メガロケロスだからね、そんななんか壁を走るみたいなことはしないでしょ。あれ分かりやすいね、痕跡、雪の場所だから。ほらめっちゃ目立つやん、今までで一番分かりやすいんちゃう。あ、いた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 。まあ普通のメガロケルスよりでかいかな感はあるけど、なんか今までのやつに比べるとだいぶちっちゃいね。あーあー向かってくるやん。なんだろうな、何のインパクトもないんだが、何のインパクトもないんだが、あれもアルファになったらやばいってことでしょ、要するに。ちなみにこの手の討伐ミッションのアルファっていうのは、まあ基本的にね、このギガノトとかティラノサウルスとかでゴリ押すみたいな、そういう正攻法で、クリアするっていうのはほぼなんかソロだと無理らしいんですよ。はい、ソロだと下手なアルファボスなんかにもよっぽど強いらしいので。だからまあ要するにホバースキフ使って、あのバジリスクのブレスであのじわじわ削っていくみたいなのが一応、まあ、上等手段になってるらしいんだけど、ただ一応ブリギガさえいればアルファも余裕よっていうようなやつは何匹かいるらしい。それがこれなのかね、その一つが。メガロケロスがアルファで強くなるイメージがねえんだけど、まあ確かに あのなんだっけ、頭突き、あの頭突きがなんか一撃何万とか叩き出されたらそりゃそう、うんうんってなるけど、うん、エターナルみたいに。
った。あ、めっちゃ数いるじゃん。あ、そっか、こいつらが一斉に全員で襲いかかってくるってこと考えるとアルファもやばいな。そしてこう木引っかかるんだけど、くっそくっそ引っかかるんだけど、そっかそっかそっか、ここ、あ、こいつらがなんか今気絶攻撃してなかった。あ、オッケーオッケー、クリア。やりましたね。まあ、要はこれが今集団でブワーってきたらそれはあかんよねって話だよね。うん、そういうことか。で、なんだこれ、いるのかいらないのかよくわかんないもんばっかり。メガテリウムのサドル何個手に入ってんだよ。まあ、メガテリウムブリーディングしてたからちょっとありがたいけど、ブロントのやつはいらん絶対。てかティタノサウルスまた手に入ったぞ。ベータ行きましょうか。よし、じゃあベータのやつはどんなもんですかね。何ダメ食らうベータ101。なんか今までのに比べるとだいぶ拍子抜けな気がしなくもないが、いや、ただ硬いな、硬い、結構硬いぞ。ダメージはビビたるものだね。うん、今までのやつに比べると、今までだったらベータだったらもう何百とか食らってたけど、さすがにメガロケロスの火力か強化されてるとはいえ、よし、ボス戦だ。じゃあこれはもう全員でまとめて、あ、そっか、ベイトブーストかかってんだ。そっか、そうだよね。だがしかし火力はビビたるものな気がする。なんか十何とかして出てなかったりする。多分大元のボス、まあ、獅子神様以外はそんなになんか火力出てないんじゃない。これ多分今俺が殴ってるのが大元のボスなんだよこれ。はい、 OK、 大元のボスは倒した。この獅子神身の取り巻き、あ、ほら全然効いてねえじゃん。目標達成、 OK、 やりましたね。なるほどね、取り巻きは火力が低いのか。うん、まあもう本当にね使わないもんばっか。じゃあアルファ行ってみましょうか。どうなるんだアルファ。なんかいまいち本当に強いイメージがね。うわ、みずら、やべえやべえ、全然わかんねえ。ダメだ、ちょっと待った、一回やめよう、一回ちょっとやめて、一回ちょっとやめて、もう一回やり直すわ。完璧に見失った。あれ、ちょっと気になりませんか。いや、マジ何にも見えねえ。なんだこれ。スキャナー起動、待ってください。これならスキャンできると思います。これやっぱ降りてた方が見やすいか。うん、微妙に浮かび上がるんだよねこれ。いや、もうちょっと赤強烈に光ってくんねえかな。赤、夜はすっごいしっかり赤がさ見えるのに全く見えないじゃん今これ。どんな色調整やね、全く。どこだ。ヘレナ、もうちょっとくっきり見えるようにしてくんねえかこれ。なんか赤をもうちょっと強くするとかさ、なんかもう何にも見えないよ俺。え、あ、いた、どうだ。あ、あそこか。オッケー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 。さあ見せてもらおうかアルファ種。でここまで来るのにもう10分かかってんのか。さあどうだ火力、勝て。嘘だろ、ここまで火力落ちるか。ただあんまりでダメージダメージは全然食らわねえわこれ。ほら383か。あー、でもちょっと待って、ギガノトのハート溜まってくるな。ギガノトハート、あ、オッケー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 、倒しきったわ、倒しきったっていうか、あ、あー違う、え、これアリーナの概念あったんだ、知らんかったわ。じゃあ逃げることは許さないと。今ほぼ同じ火力じゃんこれ。なんだったら向こうの方が若干でかいかなぐらいか。マジこれギガノトに切れないかこれ、大丈夫か。これはちょっと待った、やめよう、これやめよう、2人で来た方がいいわ。マジか。まあでもそっか、よくよく考えたら400ぐらい食らってるって北極グマレベルだよね。ティラノサウルスとか、ティラノサウルスとか北極グマレベルか、いいレベルの。そっか、
いやなんか今までに比べると随分火力低いなーなんていう風にのほほんと思ってたけど、硬えんだよなあいつ。体力でゴリ押してくるタイプだったのか。いやこれはね多分メイトブーストをかければいけそうな気がする。ギガノト、うん、うん、普通にブリギガがいれば勝てるレベルではあるねこの子は。うん、ただちょっと一人だときついわ。よし、じゃあ今日はここまでにいたしましょうかね。あ、またアルファの討伐ミッションクリアできなかった。じゃあ、いつも通りヘキサゴンでもで体を温めましょうか。2個買えるね今回。あ、買えねえわ、1個しか買えねえわ、クソ。いやー、アストロセタスのサドル頼む。ふーん、ありがとうございました。なんだ、おおおおおお、 MRRS じゃん。いやいや、違う、 MSCM だこれ。出るんか、おい、ちょ、やべ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 、腐る腐る腐る、やべやべやべ、かなりシビアなもん出てきよった。腐る腐る腐る、オッケー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 。ん、あれ腐るよね結構早く。あ、だよね、腐るよね、オッケーオッケーオッケー。まあいいんじゃないか、割かし割かし良さげな気がするぞ。これ嬉しいな、これ紫キブルが地味に。で、なんだこれ、輪っかのヘッドスキン。人間以外はこれを被ろうとしない。俺人間だけど、僕は人間だ。よいしょ、これなんだ、何このあれ、チハについてるあのなんか無線のやつみたいな。あ、これあれか、これバレンタインのやつか。なるほどね、オッケーオッケーオッケー。じゃあハッピーバレンタインということで、ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。